ニハオ、台湾の幸せ成功アドバイザー、岩渡辺です。本日は気の力で相手を説得して自分の意見を通す方法についてお伝えしたいと思います。この世の中は陰と陽でできています。陰陽説と言われるもので、天と地とか男と女などです。私たちの体にも陰と陽があります。例えば右半身が陽で左半身が陰です。上半身が陽で下半身が陰です。このことから腕は右手は陽で気なりエネルギーが出ていく方、左手は陰でエネルギーが入ってくる方ということができます。同様に目ならば右から気とかエネルギーが出ていき、左目からエネルギーが入ってきます。このような体の陰陽の特徴を踏まえた上で、いろいろな場面であなたの意見を通すために応用することができます。例えばあなたが自分の意見を伝えたり相手を説得したい場合には、まず相手の左側に座りましょう。そしてあなたは気が出る右目で相手の左目をじっと見つめるのです。もしじっと見つめるのが難しければ、相手の下半身に意識を集中しても構いません。その状態のまま相手に自分の意見を訴えるのです。そうすることによってあなたの意思は気と一緒にスーッと相手の中に入りやすくなり、相手はついつい同意させられてしまいます。相手は自分でもよくわからないうちについついうなずいてしまい、後から不思議に感じるかもしれません。ですから交渉の場や相手を説得するような場面では、絶対に相手の左側に座ることを忘れないでくださいね。このことは次のような考え方でもあります。右目は左脳に、左の目は右脳につながっています。左脳は言語や計算力、論理的な思考を司る脳で、右脳は情報を知識として認識し整理する役割を果たしています。または右脳は感情的に情報を受け入れ、共感や認識に優れています。つまり相手の左目に訴えることは右脳に入っていくことになり、つまりは相手はあなたの想念の波動を直に右脳に受け取ることになるのです。これが先ほど述べた右脳から発する気の力との相乗効果によって、より相手を説得しやすくなるのです。普段は特にそんなことがないのに、ある特定の人の前に行くと、なぜか自分の意見を言うことができなくなったり、いつの間にかついつい説得されてしまうのは、もしかしたら相手はこの右の気の使い手なのかもしれませんね。さあ、あなたも今から右の気の使い手になって、自分の意思をしっかり通し、交渉で有利になるように右のポジションを取るようにしましょう。本日は気の力を使って自分の意思を通す方法をお伝えいたしました。この内容がいいなと思えば、いいねボタンよろしくお願いします。またゆうはテレビチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたねー。